今までその78ってこう SF っぽい世界観でやってきたことをそのまあ例えばユーザーの意見からはそのもっと例えばファンタジーの世界がいいとか例えばいう声があった時に、ある意味ファンタジーっていうのは中世風、中世ヨーロッパ風のっていう部分が僕らなんかよりもどっちかというとユーザーさんの方にそういうなんていうんですかね、固定観念みたいなのがあって、まあそういうのをちょっとこう変えていきたいなと。じゃあファンタジーユーザーの方が持ってるファンタジーって概念をもうちょっと広げていこうと、変えていこうっていうニュアンスの時に、やっぱり中世ヨーロッパ風のファンタジーを僕らがやってても多分それはしょうがないだろうってことで、まあ別の世界観を模索してる時に野島が、ちょっとアジア風のファンタジーをやってみたいというような提案をしました。まあやっぱり今回声というのが入ったのが一番大きくて、その生の役者さん、演技をする役者さんが間に入ることによって、よりそのなんていうんですかね、ある意味今まで僕らだけが想像で作ってたキャラクターっていうのはその、まあ、本当に想像上のキャラクターというか、まあ、ある意味嘘のっていうかそのキャラクターだったわけですけども、その生身の人間がそこで間に、役者さんっていう僕らの才能とは全然別の才能が入ることで、すごくこの、まあ、人間に近い、まあ、喋るセリフもそうだし感情表現もそうだし、身振り手振りの演技もそうなんですけども、より人間に近いキャラクターをね作り上げることができたなっていうのは、感じてるんで、ストーリーの根底にあるテーマは一応、旅というのがその主軸になってます。で今回はまあ旅っていうのもあるんですけども、いろんなテーマが隠されてて、多分プレイする人それぞれが感じるテーマみたいなのがあると思うんですけどね。で僕個人的には旅というよりもその、まあ、親子とか、まあ、親父と息子みたいな、まあ、もしくは親父と娘みたいな関係が、まあ、ストーリーの中で語られるんですけども、まあ、僕は個人的にはその二児の父親なんで、まあ、そういう立場から共感できるとこ、まあ、もしくは、汲み取れるテーマっていうのはそういうところであるし、まあ、もしかしたらユーザーの人にとってはそのユーダとティーダのその男女の関係みたいなものを中にテーマを感じ取ることができるかもしれないし、まあ、そういった意味ではいろんなテーマがそれ人それぞれ多分ユーザーによって隠されてると思いますけど。今回はだから今までの FF と一番違うのはその世界観の設定がすごい細かく全部設定されてるってところが違うと思うんで、まあその世界観から外れないようにっていうところが一番まあ意識してたし、今までの FF と全然違うところかなと。世界観が最初に設定された時にはそのアジアのテイストでっていうのがあったんですけど、全体的にもうそういうなんとかタイとか南の方のこう色がこうすごいいっぱい使われてるような南の島のイメージのアジアっていうのは結構前面に出てたんで、そのまあアジアの中にはやっぱり日本、まあ、和もあるわけで、まあ、それもちょっとどっかに入れたいなと。と一番こだわった部分といえば、地域や人種によって服装の雰囲気を変えたところです。例えばアルベト族だと機械中心に生活をしているので、スピラの人たちとは浮いてる存在にしたかったので、わざとゴーグルやフルマスクをかけさせたり、異様な雰囲気を出している服装にしました。他だとロンゾ族は戦闘民族なので戦いやすい軽装にしたりしています。と好きなキャラクターを一人挙げるとすると、ブリッツボールのビサイドオーラカの選手のキッパです。他の選手を見渡しても太っているのは彼だけなので、一人だけ浮いていてそこが可愛くて好きです。フェイシャルは制限を、まあ、デザイナーさんに対する制限を減らしたことです。もう縦横無尽に顔中に骨が入ってるんですけども、まあ、そういうことをすることで自然な表現ができるようになったんじゃないかなと。いろんな表情ができますしね、目も動きますし瞬きしますし、PS ってすごく
複雑なハードで開発が難しいと言われてますけども、確かにその通りで、なかなか自分のものにするにはすごく時間かかったところはあるんですけども、まあ無茶をすれば無茶ができてしまう、まあ叩けば叩いただけの結果が出てくるような、そういう魅力があるマシンだなと思いました。で、まあユーナの振袖ですとか、とティーダのフードですとか、ああいう物連山とか、あとスペキュラーっていうテカリとか、そういう、あと影をつけたりとか、そういう今までのマシンだと難しかったことが自然にできるようになったなと思います。プロジェクトの最初の時に世界観まとめよう、コンセプトを決めようっていう時に、まあ、スタッフのみんなでいろいろこうアイデアを持ち寄った時とかに、なんとなくみんなアジア方面に興味あってた、そっちにこう寄った絵をみんな描き出してて、でまあ自分自身も結構アジアの方個人的にも興味あって、でまあちょっとそういう感じをファンタジーに取り入れてみたら面白いかなと思って、じゃあって話をして、シナリオの野島とか北瀬とかディレクションの北瀬とかと話した時に、その辺同じようなことを割と考えてて、あじゃあこれいけるかもしれないってんで始まったのがスタートでした。結構今までの FF で映像先行っていう風に、見られる向き、まあやっぱり売りにしてたところもあるんですけれど、そういう風に見られる向きがやっぱりかなり強かったんで、今回は新しいこととかも取り入れつつ、ゲームの絵としてすごく成立するように、すごく隅々まで気を配りながら、みんなそうですね、やっててこう違和感感じたりとかしない、もしくはこう不自然な感じしない、もしくは操作とかにすごく不具合とかストレスを感じないようにとか、そういうゲームとしての絵っていうところをできるだけ突っ込んでみたつもりなんで、逆にそういう部分に関してはユーザーの皆さんが何も感じないでっていうか変な言い方ですけれど、逆に感じないで言ってくれる方が成功かなっていう部分はすごくあります。今までのワールドマップっていうのは結構記号化されたゲームした表現なんです。それを今回は思い切ってやめて、まあ、なるべくリアルな表現をしようということで、ああいうワールドマップという概念を捨てて全て同じ表現でいこうという、そのまあコンセプトがあったんで、今回はワールドマップなしということになりました、はい、今まではほとんどプリレンダーっていう透明、まあ疑似的な3次元ではあるけども実際は1枚の絵ですよね、平面な。そこで物を動かすったって、要はアニメーションを一生懸命こうコマ送りで作ったのが、今回はまあモデルを用意してそれをこうまあモーション的に動かすことができるんで、まあ表現の幅はかなり広がってると思うんですよ。何気なくできているようなマップなんですけれども、移動しないでそこで一度立ち止まって見てもらうと、結構こう何気ないこう道端の草が揺れていたり雲が動いていたり、かなりいろんな仕掛けが入ったりするんで、まあじっくり鑑賞するぐらいのつもりで、まあ確かにゲームをクリアするためにみんな急いでこう行きたくなるんですけれども、まあ、じっくり見てもらえれば、こちらとしては作りがいがあったなっていう気がします。そうですね、一新しようっていう考え方があったわけではないんですけど、自分が割と FF っていうゲームをまあユーザーとして遊んできて、面白いとか好きだとか思った要素を、自分なりに表現しようと思った時に、まあ取った手法が、まあ、結果的には ATB でなくなったりとか、パーティーの入れ替えであったりとかっていうことにつながっていってますね。例えばその具体的に言うとボムっていうモンスターが、まあ、攻撃するとだんだん大きくなっていって最後は爆発しちゃう、だから爆発しないように倒さなきゃいけないみたいな要素が、まあ、今までの FF にもずっとあるんですけど、そういう要素を自分なりにユーザーに楽しんでもらおうと思った時に、そのリアルタイムでどんどん進んでいってしまうんではなくて、あと一発で、ボムが自爆しちゃうから、そうならないようにするには自分はどうしたらいいんだろうかってこうゆっくり考えてほしいと思ったんですね。あと少し考えることで、バトルがすごくこう気持ちよくこう終われるような形でチューニングをしてますんで、
今まであまり考えずにこう戦ってた人も少し考えてバトルをするっていうのをしてもらうと、うん、新しい面白さが見つかるんじゃないかなと思います。毎度作るたんびに、まあ、FF はまあ何かしら変えていこうっていうのはあったんで、で、まあ、自分の担当からだとやっぱ召喚獣の扱いとかはかなり、今までとはかなり変えて作っていったと思いますけど、まあ、今までにない感じの世界観をこうかなり完成度の高くがっちり作られてて、それでやっぱシナリオ面とバトル面のシンクロをこう、バトルはこう別物じゃなくてこうシナリオ側にすごい寄せた感じで作っていくっていう、まあ最初の指針からこう今の、じゃあ今までのこう、まあ割と見せ場だった召喚獣もこう世界観に合わせたようなこうものを出していこうっていうと、自然にもう新しい召喚獣がたくさんこう出てきちゃう、もう自然な流れでそういう風な感じになりました。今回ユーナしかこう召喚できないっていうところがまあ一つのポイントで、じゃあこう演出的にこうユーナと召喚獣とのこう絡みの演出っていうのがまあこう最初からやりたかったところで、でも実際作ってみてすごいいい感じでできたと思うんで、やっぱその辺のこうまあ長くても割とこう演出でこうテンポよくというか見せ方をがすごいうまくいったんじゃないかなと思いますね。今まではやっぱりあのなんていうのかな、グラフィックスタッフとかにこう、まあ、演出的な指示を出せばよかったんですけれども、今回まずボイスの録音と、まあ役者さん俳優さんたちにまず演技を、やってもらって、それをベースにいろいろ作ってますから、まあ、本来のなんか演出っていう意味の仕事がようやくできたっていう感じですね。昔はブースに向かってこう作ってたんですけれども、まあ、今回からやっぱりスタジオに入る機会が増えまして、まあ、そこでやっぱり生の人間の人と接することが多くなりましたよね。昔でそれをだからこうキャラクターに落とすところで、なんていうのかな、まあ、負けたくなかったんで、まあ、いかにゲームの方のキャラクターにその生の雰囲気をね伝えるかっていうところに一番重きを置いてましたね。容量が増えた分またその容量を使ってしまう、また PS2 になって表現力が上がりましたので、それを表現するデータの量が増えたためにやはりまた容量不足という問題は発生しました。企画の方からのやはり要求が非常に高くなったので、それに対応するのが一番苦労しました。イベントとバトルでのシームレスでのつながりの件ですが、イベントでの制御とバトルでの制御は全く違いますので、そこの受け渡しが非常に大変でした。ただそれに見合った結果は出ていると思いますので、皆さんに楽しんでいただきたいと思います。僕はずっと FF7、8ってシナリオをやってきて、常にこう主人公とプレイヤーの関係っていうのが何て言うんだろう、気になってるというか、それをなんかどんどん新しいというか違った形にしていきたいなというのがあって、セブンの時はこう無口なやつで、プレイヤーがその間を想像しやすいっていうのにしてて、まあ8の時は無口なんだけど、何て言うんだろう、彼の周囲には聞こえてないんだけど、彼が考えてることをバーって出したりして、そういう風にしてこうなんとかこう近づけようっていう、そういう風にしてて、で今度はこう階層にすることによって、なんて言うんだろうな、そのゲーム画面の中で動いてる主人公とその階層してる主人公と二段構えでいてですね、でプレイヤーはまたそれとは別なところにいるっていう、こう今までなんとか近づけようとしてたのと逆な試みでやってみたいなっていうのがありました。シンが何かの象徴かどうかっていうのは、まあすごい大げさなことを言うと、生きていく上でのいろんな障害っていうんですか、なんかこう
それを前にしたら諦めちゃうようなそういうような存在ですね。まあ人によってそれは何かっていうのは違うんだけど、そういう意味があります。で、まあ人に説明するときは台風みたいなもんだっていうと非常に伝わりやすいんでそう言ってますけど、まあ、もっと深いところにはそういうのもあるかなという。演出面がすごく今回、まあ、よくできてる、私から言うことじゃないですけどすごくいいとは思うんですね。ただそれに伴ってやっぱり音が要求されてることもたくさんあると思うんで、その演出が美しく、まあ、すごくなったということで、大事のやっぱり細かい作業だったんですね。すごく音を地味なところですけれども目立たなくてもやっぱり丁寧に作ったんで、音がおそらく流れるように最後まで、流れると思います。音というのは効果音ですけれども、で、例えば海の町に行って、で海から山道に行ってった時におそらく自然と音が切り替わるように私は作ってきてるんですね。なんで、あ、変わったなって逆に思えないと思うんです。だけれどもいつの間にかあの山を歩いてるとかなった時に、それは大地の一番苦労したところだし、そうあってほしい。いちいちこうプツプツ音が切れないようにするっていうのが今回の目標だったんで、そう思っていただけ、終わった後になんかすごい自然だったなと思ってくれれば大地はそれでも満足です。プレイヤーの皆さんに聞いてもらいたいものがあるとすれば、よく言えば全部なんですけど、あの音楽全部聞いてほしいんですけど、もちろん音楽も自信はありますよ、自信はあるんですけど、効果音とセリフと音楽の、あのハーモニーみたいのを弾いてほしいですね。そこら辺が一番自信がありますかね。音楽は弾くところは弾いて、セリフが立つところは立って、効果音があの主人公の時は効果音をメインにして、で音楽が主人公をさせてもらう時はセリフにも効果音にも弾いてもらって、音楽がガーってメインに行くっていう、そこら辺の3つの音の駆け引きっていうのは結構うまくできてるんじゃないかなと思います。あの主題歌に関しては、まずあの誰に歌ってもらうかっていう歌集選びから始まったんですけど、まあ、あのアジアンテイストだからっていうわけじゃないですけど、個人的にあの沖縄琉球の方の音楽が気になってたっていうのもあって、それであのうちのスタッフなんかと CD 探してたんですけどね、そこであのそのスタッフの一人がリッキーさんの CD を探してきまして、これだろうなと、この声はちょっとこれまで聞いたことない声だなと思って、すぐコンタクト取ってもらいまして、それから実際に彼女の生まれ故郷の奄美大島行ってみたり、何度か会ってあのお話しさせてもらったりして、イメージはなんとなくこんな感じっていうのは掴んでたんですけど、曲はなかなかできずに、ただ時間だけが過ぎていったんですけどね、もうそろそろ間に合わないっていうんで、場所変えて作曲しようと思って、自分の部屋からシンセサイザーをあの会社の応接室に持ち込んでですね、あの受付のお姉さんなんかがみんな帰った後に夜ちょっと一人で応接室で作ってたんですよ。でそしたらね、1時間ぐらいで10曲ぐらいできたんですよね。で その中の10曲のうちだったらどれ取ってもいいなと思ってたんですけど、こう一番その中でもこれがいいんじゃないかと思うのを今回のテーマにして、メロディーが先にできて、その後、シナリオを書いた野島君に歌詞を作ってもらって、出来上がった夜は2人で乾杯と。ファミコンに移ってすごく自信をなくした時期があって、まあ、作るものその自分で納得いかなくて、で、まあ、ゲーム業界はもうこれで引退しようと思って、最後に一作と思って作ったのが FF なんですよね。まあ、それで名前もファイナルなんだけど、まあ、僕にとってはなんかあの時のそのファイナルファンタジーってタイトルに対する気持ちで、あのこう時が止まってる感じはあって、まあ、いつもだから、まあ、それはあの技術的にその方がいいっていうところもあるんですけど、毎回
これでもう最後だよっていうか、全部力を出し切って今こう持てる自分たちの技術っていうのとかスキルっていうのを使い切ることが僕にとってはそのファイナルファンタジーであって、だからお話とかキャラクターっていうのも毎回変わるっていうのもストーリーっていうのはある意味世界観とかをね縛っちゃう可能性があるんで、逆にそこを変えることでそういう出し切り型のタイトルにしたいっていう、まあなんて言うんでしょう、こうチャレンジしようよっていう一つの自分たちにとってのまあ旗みたいなそういうもんですかね。映画をやってる頃っていうのはちょうどもう8作目っていうのは同時に映画と進行が同時の時期で、もうその頃からフィードバックはしてるんですけど、まあ、髪の毛のねシミュレーションだとか洋服だとか、あとはその、まあ、マヤとかね、そういうレンダーマンとかそういったその CG 用のツール、まあ、あとはそのこのホノルルでこうオリジナルで作ったようなツールっていっぱいありますから、そういうものはどんどんこうフィードバックしてるんですけども、あとはその僕は一つ今回映画やと思ったのは、まあ以前からゲームやってても思ってたんですけども、そのプリプロのね要はシナリオとかコンセプトアートとかその世界設定まで の重要性っていうのはやっぱりすごく再認識して、やっぱりコンセプト段階のものを複数こう持っていて、自分たちでそこからやっぱり一つチョイスして、実際のゲーム化なり、まあ、映画化するっていうようなプロセスをもうちょっとね、まあ、だから余裕を持とうっていうことなんですけど、やっぱりやらないと、まあ、もっともっといいものにするためにはね、そういうことが必要なのかなっていうのは感じましたね。例えば6から7に行く時もみんなすごく不安の中でああいうスタイルを取ってたし、まあ、逆に 3D になって本当にファイナルファンタジーなのかっていう自問自答しながらね進んでいったようなところがあって、で今回 PS2 になってやっぱり声を入れたりその全部リアルタイムで描こうとかっていうのは、まあ、やっぱり一つその不安もあるわけですよ、まあ、ないし反対意見もあったり、ただまあさっきも言ったようにやっぱりチャレンジしていくっていうことは僕はそのファイナルファンタジーっていうタイトルの持つ一番の意味だと思ってるんで、なんて言うんでしょう、だからこう今ね予測もつかないような方向に逆にね行ってほしいなと思います。The character of Tidus is he's a young, aggressive, excitedyoung man. He wants to be right in every situation. He wants to be the hero. When I prepared for that, I just drew from my own life, I think, especially because I can totally relate to the way he reacts to things. I tend to react and then go, oh yeah, this is probably what I should do in the situation. So that's kind of how he takes life and takes his life in this game. Well, Tidus and Yuna, I think when they first start off, they're at two completely separate ends of the world.And they find out, I think, throughout the story that they have a lot more in common than they think. And she tends to be very calm and cool. And Tidus is much more aggressive, much more excited. He's ready to go. And she's more of a thinker. But she teaches him so much. And it's really a love story, I think, between the two of them. That's what the essential storyline is his love for her and him discovering that love and vice versa. I think thatTidus is driven by her being so calm and collected. It makes him more aggressive, and he seeks the truth even more, and he seeks to pull that excitement out of her. He wants to see her as excited about things and as energized as he is. And so I really tried to give some loving pushes to the character when they're in relationship with each other to say,Come on, let's go. Hey, you know, it's exciting. And she's like, okay, I'll get excited, but in my time. So,
There's like 9,000 lines of dialogue, which is really amazing. There is a lot of dialogue, which is really different from any other game that, that I've ever experienced. And on an average, there might be like, say, for a regular animation thing, there might be 300 lines, I guess, total. 9,000 lines, so many different paths to turn in the game and so many different ways to go. There's so much there. Well, there's some great memorable moments in this game for me personally. There's a scene where Yuna teaches Tidus to laugh because he's so serious and he's so, you know, he's so set on his mission and he gets so caught up in his emotions. And when he's laughing, it was fun to do, and it was fun to watch because we actually did that to picture where I got to watch Tidus the character doing this and me adding to it. And so that was a lot of fun and very memorable. There's also some real emotional moments that are very memorable in it, where Tidus finds out some information about Yuna that is shocking to him, and he has to deal with it because he has no other choice but to deal with it. And if he wants to be a hero, he's got to take on these responsibilities and these emotions, and they're new emotions for him. But he handles them well, and it's a breathtaking scene as well. The animation in this, literally, when I first saw it, we had to spend some time where we had to stop for a while where I was going, this is amazing animation. I kept just saying over and over, I can't believe this animation. I would say to the people that are playing this game and have played all of the other Final Fantasy games that this is, in my opinion, the most exciting, the most visually stunning, and to take the time to go through and get every aspect of the game. Now, it could take hours and hours, but it's going to be a lot of fun, and it's a learning experience. It's a growth, and you know, not to sound corny, but you'll learn, and you can become possibly a better person because this character, Tidus, he learns, and he becomes a better person through it. And if you can really get involved in the story and get wrapped up in it, like most of us do, I get involved in stories, you should grow from it as well. Basically, she is a summoner in a mythical land called Spira and is being aided by some friends on a mission to defeat Sin. This journey that she's on is one that her father did before him, and I get the sense is sort of a generational obligation almost, as well as an honor. And it gives her this sense of duty and that motivates her through most of the story. A duty, respect, honor, these are the things that are important to her. These are the things that I try to translate in a way to the voice of Yuna as well, but at the same time retaining the gentleness and femininity that is so apparent in the way that she looks. So it was an interesting little dichotomy I had to come to, finding a way to balance those two aspects out. She's this gentle yet forceful presence. I wouldn't say docile because I don't get the sense that she backseats anything. She's very direct, very forthcoming with her opinions and her ways, but she doesn't have to be aggressive about it, you know, abrasive. She does it in a way that leads others. She brings them to herself and to her journey, you know, and that's evident with the friends that she has, her companions, which actually more so than lieutenants and sergeants and things, they're her friends, and that's how it is. It's a very familial kind of energy that she exudes. Tidus's character provides her with a whole new dimension that we haven't seen to Yuna before, which of course is the romantic dimension, and it fleshes her out, I think, than that extra part of her that we haven't seen that's a little more humanizing too, because up to this point we've only seen her duty bound, her goal, you know, to free the land from sin. I mean, we see her with her friends being a little more human and a little more personable, but Tidus really provides that womanly aspect to her, you know, the romantic element that fleshes her out completely. I think you have to go into it with an actor head, because these mics and this
whole system is so sensitive that every nuance to your voice is going to be heard, and you can't make your voice sound like you're thinking. You have to think, and then your voice will just do it. It's a lot more organic, I think, than we would initially assume. And it's even something that I've discovered as I go about doing this. So I try to relate myself to the character that I'm portraying. In this case, you know, I relate myself as best I can to Yuna. I haven't saved the world lately, so that dimension of her escapes me a tiny bit. But what elements that are there that are very specific and human and at the same time general and identifiable, I try to tap into those elements, think it through from that perspective, and then my voice reflects what I'm thinking, what I'm feeling, without even trying. So when you force it, it's obvious. When you just do it, it's going to be a lot more enjoyable for you and for the listener. If I had one thing I'd like the gamers to take away in this movie's experience, would probably be that. An experience. I want them to get lost in the story. I want them to get lost in these characters. I want them to forget they're playing a game. I want them to participate like they're right there having it happen. And I hope that through our voices, through this animation, through this storytelling, we're able to just transport them into a completely different world. Right there in Spira.